レンがドラゴンの剣で助けになってくれる人を見つけた。ああ、詳しい事情を全て話してやってくれ。市長はお前が役に立つと考えたと？それならドラゴン研究のことを言っているのだろう。そうだ、誰かに取ってきてほしいものがある。取ってとは言うが、危険な廃墟を探索してもらうことになる。そして実際に存在するかもわからない古代の石板を見つけ出してもらいたい。単刀直入だな。つまらぬ方法や理由の論議がいらんとは気に入った。くだらん詳細は置いておくとしよう。前にある石板がブリークフォール墓地にあるという事実を知った。ドラゴンの埋葬地の地図が書かれてあるというドラゴンストーンだ。ブリークフォール墓地に行き、その石板を見つけてきてくれ。間違いなく中央の間にあるはずだ。それを届けてくれればいい。簡単だろう。おお、ブリークフォール墓地のドラゴンストーン見つけてあったか。お前は市長がよこしてくるいつもの役立たずどもとは違うらしい。お前の仕事は終わった。ここからはこちらの仕事だ。精神に関しても残念ながらスカイリムでは過小評価されている。今起きてる戦争について議論するためにドラゴンズリーチへ来たのか。職人見習いか。まずは不自を覚えるところから始めないといけないぞ。不自された武器か防具にアルケイン不自器を使うと、その不自を習得できる。使った武器や防具は壊れてしまうから慎重にな。不自を覚えたら充填済みの痕跡と不自したいものを用意する。そこでまたアルケイン不自器を使うわけだ。もちろん足りないものは何でもうちから買えるよ。ゴールドさえあれば。おそらくそうだろう。もちろん厳密に言えばだが、この町には司祭、女司祭、錬金術師がたくさんいる。他にも魔法を使う者はいるだろう。ああ、それで思い出した。錬金術師といえばアルカディアに届けたい氷の円鉱石がある。彼女に手に入れてほしいと頼まれていたものだ。薬として使うらしい。氷の円鉱石を彼女に渡してはくれまいか。アルカディアが何らかの謝礼をしてくれるはずだ。よろしい。こういう単純な作業は明らかにお前の方が向いているだろうからな。意欲的な学生というわけか。教えるのは得意ではない。ウィンターホールド大学で運を試すといい。残念ながらない。仕事で忙しく、そのような冒険の機会が得られないからだ。老いた石岩のオラフがかつてしたように、どこかの英雄がドラゴンズリーチにドラゴンを連れてくるかもな。そうすればなんと魅惑的な会話ができることだろう。わかりやすく簡単に説明しよう。市長に対して魔術に関する助言を行っている。要塞が脅威や魔術的性質の不可思議に直面した場合に状況を説明し、取るべき措置を提言する。この答えで満足かな。それではファレンガ、すぐに来て。近くでドラゴンが目撃されたわ。あなたも来るべきよ。ドラゴン、素晴らしい。どこで目撃された？何をしていたのだ？もう少し真剣に受け止めた方がいいと思うけど、ドラゴンがホワイトランを襲って決めたら止められるかどうかわからないわ。行くわよ。
堅苦しい挨拶など交わしている暇はない、友よ。もう一度手を借りたい。イリレスと一緒に行って、彼女がこのドラゴンと戦うのを助けてほしいんだ。君はヘルゲンを生き延びた。ここにいる誰よりも、ドラゴンに関する経験があるからな。だが、ファレンガーのためにドラゴンストーンを取り戻してきてくれた功労は忘れていない。感謝の印として、お前にはこの町で土地を購入する許可を与える。アベニッチには指示してある。それと、贈り物も用意した。これも受け取ってくれ。一緒に行くとしよう。この目でぜひドラゴンを見てみたい。ダメだ。両方を危険にさらすことはできない。ここに残って、ドラゴンの脅威から町を守る方法を一緒に考えてほしい。仰せのままに。最後にもう一つ。イリレス。これは死か栄光かという使命ではない。我々が戦っている相手が何なのか知りたいのだ。心配ないわ。私は警戒が服を着て歩いているようなものよ。今のところドラゴンの残した形跡は見当たらないわ。でもここにいたのは確かみたいね。ひどい状態だけど、何があったか調べないと。たとえドラゴンが辺りに潜んでいるとしてもね。散開して生存者を探して、まずは何と戦っているのかを知る必要があるわ。ダメだ、戻れ。まだ近くにいる。オロキとトウが逃げようとした時に捕まった。キナレス、助けてくれ。彼がまたやってきた。来たわ。隠れて全ての矢を当てるのよ。突っ立ってないで殺せ。Thank you.
信じられない。お前はドラゴンボーンだ。最も古い話はまだスカイリムにドラゴンがいた頃まで遡る。ドラゴンボーンはドラゴンを殺害し、その力を盗んでいたんだ。そうなんだろう。ドラゴンの力を吸収したんだろう。確かめる方法がある。叫んでみろ。それが証明だ。古い伝説によれば、鍛錬せずドラゴンのように叫べるのはドラゴンボーンだけだ。ドラゴンボーン、なんだ。その通りだ。我が祖父がドラゴンボーンの物語を話してくれた。竜の血脈として生まれる。信じられない。お前はドラゴンボーンだ。殺したなんて聞いていない。バカめ。今でドラゴンはいなかった。奴らが戻ってきたのはこれが初めてだ。今までに参加した戦いで一番難しいわ。これでも百戦錬磨のつもりでいたんだけどね。ドラゴンボーンの仕事はわからないけど、あなたが一緒で本当に良かった。あなたはすぐにホワイトラインに戻った。いいか、ここには立ち入り禁止だと言われたはずだ。向きを変えてさっさと立ち去れ。面倒はかけない。望みは彼女を探し出すことだけだ。何をしていようと興味はない。あんなことの後でもお前は監獄に入らずに済んだんだ。もう消えろ。また戻る。これでは終わらない。そこの者、我々はホワイトランで人を探している。情報にはたっぷりと礼をしよう。女だ。この辺りの者ではない。我々と同じレッドガードだ。おそらく彼女は本名を隠して、居場所に関する情報なら何であれ謝礼を出そう。我々はここホワイトランでは歓迎されてない。ロリクステッドに言うから、何か分かったら来てくれ。それはこちらの問題だ。我々は情報に金を支払う。それだけで十分だろう。関心がないのなら立ち去ってもらって結構だ。ハンマーフェルから来た逃亡者を探している。レッドガードの女だ。市中のどこかにいるかもしれない。居場所を突き止めたらドリクステッドにいる我々に知らせる。よし、やっと来たな。族長がお待ちかねだ。アールグルフ市長の執政をやっている。
見事だ。随分役立ってくれたな。ほら、報酬だ。古い話だが、砦で働いてる奴に知らない者はいない。昔ノルドに屈強な英雄がいた。赤眼のオラフだ。オラフはヌーミネックスって名前の恐ろしいドラゴンと戦った。オラフとドラゴンの戦いは、アンソール山の頂上で最高潮に達した。激しい戦いの末、オラフが勝ったんだ。オラフは勝利を手にしてホワイトランに帰ってきた。そして、ヌーミネックスを閉じ込めておくため、町の砦を立て直すよう命じたんだ。それ以来、今日まであの偉大なる砦は、ドラゴンズリーチって呼ばれている。ああ、そりゃ素晴らしいものさ。この都市には誇れる歴史がある。喜んで教えるよ。ホワイトランの歴史は、同胞団の広間、いわゆるジョルバスクルから始まった。長い間、その場所は山に立っているたった一つの建物だった。時が流れて、ジョルバスクルの周辺に集落が増え始めた。酒場に集まる酔っ払いみたいなもんさ。今じゃホワイトランは、スカイリムの貴重な財産だ。大げさじゃなく、すべてのホールドの中で最大だと言える。そうだな。三つある。気づいたと思うが、三層に分かれてるんだ。平野地区は、三つの地区のうちで、都市を囲む平野に一番近いからこの名前が付けられた。宿屋と市場はここにある。住民のほとんどは風地区に住んでる。ここが三つの層の真ん中だ。ドラゴンズリーチは、雲地区と呼ばれる最も高いところにある。そこから市長は、都市で何が起きてるのか見渡すことができる。ドラゴンズリーチを満喫するといい。他にどんな意味があるというんだ。グリビアだ。あの監視塔で何があったんだ。ドラゴンはそこにいたのか。イリレスが頼りになることは分かっていた。だが、この件にはそれ以上のことがあるに違いない。それなら本当なんだな。グレイビアードは本当にお前を呼び出していたんだ。声の使い方の達人だ。世界の喉の絶壁高く、人里離れた場所に住んでいる。ドラゴンボーンは声に独特の才能があると言われている。生命活動の最も重要な部分をスーム、つまりシャウトに集中させる能力だ。本当にお前がドラゴンボーンなら、その才能の使い方を彼らから教わるといい。ホワイトランに戻ってくるときに雷鳴を聞かなかったのか。あれはグレイビアードの声。お前をハイフロス川に召喚しているのだ。こんなことは少なくともこの数世紀で初めてだ。タイバーセプティム自身がまだアトムオーラのタロスだった頃に召喚されて以来だぞ。落ち着けフロンガル。ノルドのヨタ話が俺たちの仲間と何の関係がある。あの男ならできるかもしれないが、あいつがあのドラゴンボーンだって様子は全然ないな。ノルドのたわごとだと思い上がった愚か者め。最初の帝国の建国にまでつながる神聖な伝統なんだぞ。ウロンガル、アベニッチにそう辛く当たるな。もちろん軽蔑してるってことじゃない。それじゃあグレイビアードは彼に何を望んでるんだ。それはグレイビアードのやるべきことだ。俺たちじゃない。ドラゴンを殺した時何が起こったにせよ、それがお前の中の何かを表した。そしてグレイビアードがそれを聞いた。お前がドラゴンボーンだと彼らが思っているのなら、誰が文句を言えようか。今すぐハイフロス川に行った方がいい。グレイビアードの召喚を拒絶することはできない。これは非常な名誉だからな。羨ましいよ。もう一度7000階段を登れたらな。俺も前にその暗記をしたんだ。知ってたか。ハイフロス川は非常に平和な場所だ。この世界の問題からは全く切り離されている。グレイビアードは
この下で何が起きているのか気づいてさえいるのかな。前は全く気にかける素振りもなかったが、何があってもだ。ハイフロスガーに行け。グレイビアードが教えてくれることを学んでこい。私だけでなく町に対しても大いに貢献してくれたドラゴンボーンよ。市長としての権利により君をホワイトランの従事に任命する。私に与えることが許されている中でこれは最高の名誉だ。君リディアを私兵に任命する。そしてこの武器が君の役職を示す記章となる。衛兵にも新たな肩書きのことを知らせておこう。取るに足らぬもののままだと思われたくはないだろう。我々の都市の従事としてお前を迎えられ光栄だドラゴンボーンよ。仕事に戻れプロベンタス。まだ町を防衛する仕事が残ってるぞ。かしこまりました。覚えてるのはノルドにドラゴンボーンと呼ばれていたタイバーセプティムの昔話だけだ。奴らが帝国に鞍替えする前の話だよ。ハイフロスガーのグレイビアードなら喜んで教えてくれるはずだ。山の頂上に隠れ住んでいる昔ながらのノルドの連中さ。誰かと話してるところを見たことはない。連中の望むものを見つければ奴らもあんたと本気で話したいと思うかもな。それがなんだかはわからない。ドラゴンズリーチを満喫するといい。